こん今回はですね火曜日、えー、6月7日21時から民泊の素晴らしさについてちょっとね語っていただこうと思いまして民泊経営者の茨城県のモネさんを Zoom ライブ対談にお迎えしておりますまあ民泊といえばね、まあ、いろんな事件がありましていろんな不正があったりとかしてちょっと印象が悪いかもしれませんけどもいやでもねきちんとやれば 楽しめめてて人生が打ち込めてしかも利益も取れるし多くの人に喜んでいただけるようなそんなアンテナショップにななれるわけなんですよ、ね、ご自身で作った素敵なたたずまいにたくさんの大切なお客様を招くそこで生まれる関わり合いや思い出が人生の財産になるってそういうことですよね。はい今回ね茨城県の民泊経営されているモネさんなんですけどももともとは福島県いわき市の 出身だそうです映画「フラガール」の舞台ということでその辺も聞けるのかもしれませんその他ですねやっぱりね民泊といえば夜の楽しみ方です夜空に瞬く星を見ながら宇宙に思いをはせるのもいいでしょうもしかしたら宇宙人がやってくるかもしれないもしかしたら UFO や円盤が見れるかもしれないこれも民泊の楽しさでありちょっと神秘的な喜びですよねえ実はね、今回のモネさんそういった お話も持ってらっしゃいますんで楽しみにしてください私自身もね宇宙人や UFO やスピリチュアル精神のこういった話題ってね大好きなんですよ人間って目に見える部分と目に見えない部分で生きてますからよくね目に見えるものしか信じませんって方がいますけどもじゃあスマホの電波目に見えますか人の優しさ目に見えますか、ね、目に見えなくても 信じているものはたくさんあります私たちは普段心臓が動いているところを見ることはできませんでもこここに心臓が息づいいてて全身を動かしていることを感さまざま、ね、なことがねこの世の中にも起きますけどもその全部が自分が確認できないからといって嘘でもないし自分が確認できたからといって人に信じてもらえるわけではないしそこら辺がねなかなか面白いところなんですよねさあモネさんなんですけども 今日、9時からねお話しするにあたって結構な事前情報をいただきましたいやこれはねぜひ皆さんにお届けしたいと思いますんで本日ズームライブ対談にお越しいただければと思いますこれからの夏の季節レジャーの一つにモネさんのモネの家民泊選んでみてはいかがでしょうか絶賛予約も受付中そして今夜のね今夜の対談で何かプレゼントもいただけるみたいなんで、まあ、プレゼント目当てにも いいですから来てください。それではよろしくお願いします。